ゆきのアートグレイス。皆様こんにちは。パーソナリティのゆきです。番組がスタートしまして、今日で14回目の放送を迎えましたが、皆様最後までどうぞお付き合いください。こちらの番組はセルフプロデュースにて、フラワーアーティスト、ハンドメイド作家、シンガー、マルチクリエイターとして表現制作を行っております、アラフィスアーティストユキが、ニューヨークカーネギーホール出演までの歩み、そしてこれからの夢や職業を通してのお話、私の生きてきたストーリーなどを交えながらお話をする番組です。 PA はコレッチさんと、この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオ、そして私のオフィスをつないでのリモート収録でお送りいたします。はい、皆様改めましてこんにちは、パーソナリティのゆきです。今日は5月の21日、ゴールデンウィークが終わりまして、春真っただ中ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。過ごしやすい季節ですね。まあ少なれば寒くのなくといった感じですかね。暖かくてたまにぼーっとしてしまうことがありますが、新学期をスタートした学生さん、新入社員の方などね、新しい環境に慣れましたでしょうか。まあそろそろね、慣れてきた頃かななんても思いますが、疲れもね、出てくることとは思います。肩の力を抜いてね、新生活を、過ごしてエンジョイしてほしいなと思っております。さてですね、前回の一人トークでは、まあ、夢と現実についてお話をしましたが、思いのほかね、ちょっと反響がありましてね、まあ、今回はね、まあ、第2弾をと思ったんですがね、まあ、今日何をね、お話しましょうかね。まあ、今回もね、まあ、私が経験したことのあるお話をね、まあ、夢と現実、パート2を、まあ、手短にですがね、お話をしていきたいと思っております。そしてね、後半はね、先月横浜ベイクォーターでハンドメイドの展示販売を行いまして、まあその模様をね、まあお伝えしてまいりたいと思います。それではね、皆様最後まで、どうぞお付き合いください。さて、今日もね、夢と現実について触れたいと思いますが、まあ私のいる、世界といいますのはエンターテインメント業界ではあるんですがね、一般的に見て華やかな世界ではありますよね。まあ最近ね、巷、要はね、マスメディアで、まあ芸能関連の暴露、裏ニュースが取り沙汰されてはおりますが、まあ世間のね、目もエンタメ業界に対する見方も、シビアだったりすると思うんですがね、まあ実際どうなの？まあこれはね、私が感じることではありますが、まあ中には事実があると思います。
今日はね、その私が実際経験したことのあるお話になりますが、そういったことをちょっとね、まあ何個かお話してまいります。ですね、昔、若い時にですね、参加しましたコンテスト、まあ、オーディションがあったんですがね、まあ、結論から言いますと、まあ、出来レースの時がありました。会場入りしまして、まあ、なんかこう、おかしいんですよね、空気感が。うん。まあ、大手事務所、まあ、売り出し中の新人さんが、関係者の方々に、マネージャーさんと一緒に挨拶してるわけですよ。まあ、私が、リハーサル、ステージで歌っている前で。まあ、要はステージから私が見えるわけですよ。そういった光景がね。そして、私の方もお手伝いスタッフの方がいましたので、まあ、出場者のエントリーシートを見せてもらったんですね、その時に。まあ、ですが、その方の名前がないんですよ。そして、さあ、まあ、オーディションがスタートしましたと。まあ、その、先ほど挨拶してた新人さんが出てきましたと。で、歌いましたと。で、結果は優勝です。まあ、要は、私としては、まあ、途中で帰ろうかと思ったんですね、もう。もう、要は、正直テンションが下がっちゃって。まあ、そういう光景を間近で見ちゃったんでね。まあ、ですがね、まあ、応援見に来てくださっているファンの方々もおられましたし、まあ、彼女、彼らには関係のないことですんでね。まあ、モチベーションを上げて、心を込めて歌いました。まあ、要はその、まあ、ちょっと、パーっと今、さらっと話しましたけども、まあ、そういったことが過去にありましたね。うん、懐かしいお話ですが。まあ、私のような人間がね、このようなコンテストは、見てるとね、まあ、事務所さんや、プロデューサーの方の息のかかったコンテストなんだなとか、オーディションなんだなとか、大概ね、正直見ると分かってしまいます。はい。わからない方はわからないと思います。まあね、そういったオーディションやコンテストでもきちんとしたものがちゃんとありますので、まあね、これからそういったものを参加したいなって思ってる方はね、見定めて、まあ応募されると、まあ良いと思います。まあね、そういった世界ですので、まあまあ色恋ではありませんが、まあ業界の方に口説かれることもあります。でも私最近はないですね。あのね、これね、私の場合は、巷で言われてるような、お仕事絡みの口説きはなかったんですよ。はい。お仕事絡みというのはね、口説き落ちたらそのお仕事の面倒を見てもらえるみたいなことだと思うんですね。うん。まあ、その手のお誘いね。まあ、私の場合はね、珍しいぐらい。まあいいのか悪いのか分かりませんけど、なかったです。まあですがね、そのまあ業界の方にね、普通に口説かれたりはしました。まあよってなんか、気まずいものがないので、普通にお断りもしました。だからなんもないんですね。これは私の場合ですけれどもね。まあ他は知りませんよ。はい。さらさらっと話してますけどね、今日はね。まあ他にもね、まあ、アイドルの方でグラビア雑誌や、ちょっとね、テレビに出てたこと知り合いがいたりしましたが、まあ、お給料もらっていないんですよね。うん。ご両親の仕送りとアルバイトで活動をしていたようなんですが、まあ、最後はね、その子の親と事務所との話し合いで契約解除という流れになっていたようです。まあ、要は、親が辞めさせたんですよね。うん。まあ今はね、わかりませんが、まあ当時はね、確か中堅の事務所だったと記憶しております。はい。最近ね、こういった芸能業界の、なんていうのかな。まあテレビやね、週刊誌などで、その、裏暴露的な、ものとかが取り沙汰されている内容が、私の中ではまんざら嘘とも言い難い部分があるんじゃないかなと見ている部分はあります。うん。かといって、本当は違うことなのに、わざと悪く書いてるなっていう風な
ものもなんか感じたりすることもあるんですよ。いや本当は違うんじゃないって、いやそんなこの人悪党じゃないんじゃないのって逆のパターンも感じることはあるんですよね。それでもね、憧れてやっぱり芸能業界にね入られる方多くいると思いますので、前回の続きではありませんが、夢は見るんだけれど現実も直視する、これはとっても大切なことかなと私は思っていたりします。じゃないとああでなかったこうでなかったとトラブルのね元に、なってしまうかなと感じるんですよね。だからよく最近いろんなところで会見とかね、いろんな部分出てるのは、それがやっぱりアカデミーになってる部分なのかななんて思って見ていたりもしますけれども、まあ、ちなみに、私はですが、下積み経験の長い人ですので、まあ、オフィシャルサイトのね、プロフィールなどを見ていただくとわかるんですけれども、表の現場も裏の現場も経験しながら、いろいろなことをね、見聞きし、まあ、希望とね、夢を持って、まあ、音楽協会に入ってきたけれど、現実とのギャップで挫折し、去っていったアーティストの方々もそれなりに見てきています。まあね、今はね、情報量がとても多いですので、昔よりいろいろなお話がね、見聞きすることがあると思うんですね。で、どれを信じる、まあ信じないかは皆様のご判断になるかなとは思うんですけれども、まあ、あとはこういった業界をね、目指したい方は、ご自身がどこの場所を目指したい、まあ、どういったスタイルで活動していきたいなど、まあそういったね、ことももっと具体性があるというかね、そういうこともちょっといろいろ決めてね、なんていうのかな、行った方が、環境などもね、変わってくるとは思いますので、間違った方向とか、ちょっと、なんていうかな、怪しいなと思ったら、一旦立ち止まってね、やっぱりこう眺めるっていうかね、ちょっと見るね、余裕などもね、持ってるといいかな、なんても思うんですよね。だから最近ね、そういったニュースとか、芸能ニュースとか、そういう、なんていうのかな、私個人としては、とても悲しいな、と思うんですよ。そういうニュースを見たりすると、やっぱそういった業界に少なからずいますので、まあですが、まあそれを聞いて見たりして、やっぱ皆さんが思い描く、まあイメージ、そのギャップとか、なんか本当は、みんな儲かってんじゃないかよ、みんな好きなことしちゃって、みたいな、とか、こういろんな、こうなんていうのかな、まあ時代が時代だからこそ、いろんな気持ちが出てくると思うんですよね。なんか、私でもなれなかったのに、みたいな、こう、ただ、まあ、時代がね、もう、だんだんと変わってきて、業界の内容も、もう、なんていうのかな、もう、少しずつ、こう、変わってきているかなっていうのも、正直、思うんですよね。時代にも、こう、反映されてるというかね。ネットでね、活躍されてるアーティストなどもね、もう20年前では考えられませんでしたもんね。そういう方とか、まあ、YouTuber の方とかがね、こう何年か前にすごくバンと出てきて、だから私自体も、あ、しっかりこの方知らないとかね、そういうのがすごく、あったりするんですね。だからもういろんなもう活動の場所がもう多種多様、レコード会社から出てるアーティストの方もいらっしゃれば、今 YouTube 専門から出る俳優さんとかミュージシャンの方とかもね、もうおられたりして、本当もう、なんか、まあ、時代はいろいろ変わってきてるのかなと。ただ、根本的に変わらない部分も、でも、
お仕事をする上ではとても、ある部分影響する部分も実際ありますので、なんていうのかな、やっぱり所属事務所にね、所属などをするときとかも、ここの事務所大丈夫かなとか、ちゃんとね、吟味してではないけれども、まあそういうチャンスが訪れた、ね、方とか、まあいろんなチャンスがあると思うんですけども、若い方とかね、まあよく、そういうのを間違えないで頑張ってほしいななんて思ったりします。今日はね、前回について、少しね、夢と現実についてお話を、しましたが、まあね、エンターテインメント業界といいますのは、本当に表向き華やかですので、それだけ注目も浴びるといったところなのでしょうね。はい。それではここでね、デビューメモリアル CD の中から、明け風をお送りします。お聞きください。明け風をお送りしました。
後半はですね、先月横浜ベイクォーターで、行われましたハンドメイドの展示販売の模様をお話ししてまいります。まずはねお礼をです。会場にねお越しくださいました方々ありがとうございました。そしてね商品をお買い上げくださった方、体験レッスンご依頼の方、横浜ベイクォーターさん、イベント開催のねスタッフの方々ありがとうございました。この日はですね、晴天、文句なしのお天気でした。よかったです。晴れ女でした。本当かいって、家族連れの方ね、カップルの方、お友達同士ね、一人でショッピングを楽しまれている方などね、多くの人手で賑わっておりました。ちょうどね、その開催の前の週とかもう週末雨の日がね結構続いてたんですよね。なんか何年か前もありましたよね、日曜日になると雨が降るみたいなね。でも本当に、すごく空気が美味しくてね、帰っちゃおうかと思いましたよ。遊びに行っちゃおうかなと思うぐらいの天気でした。はい、11時にねスタートでしたので、その前にね搬入準備を済ませ、スタートしたわけなんですけれども、午前中はね人の出は渋かったです。まあこの日はね、まあ市議会議員選挙の日でもありましたので、まあ影響がねあったかはわかりませんが、まあ私は期日前投票して、おりましたので、まあ心置きなくまあイベントに、参加をしていたわけなんですけれどもね。まあ日曜日でしたのでね、2時からは自分の放送を聞いておりました。重なるんですね。はい。まあね、体験レッスンね、ご希望の方がおられたりね。まあ実はですね、私、ハンドメイドの講師用ができる人でも、なんですよ。うん。まあ生徒さんに対してね、ディプロマ書をね、発行することが可能な講師でもあるんですね。ですがね、ずっとね、講師業の方をお休みしてまして、まあ宣伝をしておりませんが、まあ、ご依頼がね、あった時に受けたりはしていたりするんですね。はい。まあ、今回もね、そういった方からのご依頼がありまして、まあ、体験レッスンをしてみたい。まあ、ということで、はい、まあ、OKする流れになったんですけれども、もしね、まあ、リスナーの方で体験レッスンしてみたい、なんていうね、方などもおられましたら、まあね、まあ、もし、本当いたらね、ご連絡などいただけたらとは思います。まあ、お題としましてはね、まあ、私、ハーバリウムやっておりますので、ハーバリウムのボールペンなどをね、まあ、花材の方は、私のショップサイトで、まあ、ご購入いただき、まあ、お近くの方はね、対面レッスンが可能かとは思いますが、今のところはまだ何とも言いませんけど、まあ、遠方の方も含め、まあ、ズームなどをね、使って、と考えてはおります。はい、詳細などはね決まり次第ハンドメイドオフィシャルサイトなどにアップしてまいります。そしてですね、こちらもね実際にあったお話ではあるんですけれどもね、まあ小さなお子様がね、あー綺麗ってブースに駆け寄ってきたんですよ。そしてママこれ欲しいとおねだり、ママがね綺麗だね。どれがいいの？こういった光景にね遭遇したんです。まあね、自分がね小さな頃ありましたよね。皆様どうだったかわかりませんが、私はあったんですよ。はい、二組ねそういった親子の方がおられまして、まあ嬉しくてね、目がうるうるしてしまいました。商品をねお買い上げくださったんですがね、大切にしてくれたらいいなぁ。本当にありがとうございます。とてもねお天気がよく、コロナ明けの初イベント参加でしたのでね、どうなるかなぁといった気持ちがね当初ありましたが、まあ充実したイベントになり良かったなぁと思っております。
来ようかな、でも行けなかったという方もね、中には、おられるかもしれませんけれど、次回5月の28日、東京都のね、八王子で開催されます八王子アートムーチョにて、展示販売を予定しておりますので、よかったら遊びにいらしてみてくださいね。それではここで告知などをさせていただきます。私のデビューメモリアル CD 絶賛発売中です。シングル3曲入り、オフィシャルサイトで販売しております。チェックの方をよかったらしてみてください。今回オフィシャルサイトからご購入のお客様に限りまして、この度カーネギーホールで出展しましたハーバリウム箸置きをプレゼントしております。一つ一つ手作り、数に限りがありますので、この機会にぜひお手に取ってみてください。配信ストアでもご視聴いただけますので、よかったら聞いてみてください。 SNSネットなどでは、アートグレース、ユキと検索いただきますと、オフィシャルサイトが出てまいります。私、ハンドメイド作家もしておりますので、ハンドメイドのオフィシャルサイトも見ることができます。ハーバリウムの箸置きやコースターなども出品しております。新作もアップしておりますので、よかったら作品なども見てみてくださいね。3月1日より、福島県郡山市ハンドメイドショップふわりにて、4月1日より、長野県千曲市ハンドメイドショップ資本にて、委託販売がスタートしました。弊社の商品がお買い求めいただけます。5月28日東京都で開催されます八王子アートムーチョにて展示販売を予定しています。7月23日東京ビッグサイトで開催されますハンドメイドインジャパンフェス2023にて展示販売を予定しています。お近くの方はぜひ商品をお手に取ってみてくださいね。サポーター、スポンサー、ショップ様、お仕事のご依頼などはオフィシャルサイトのコンタクトにお問い合わせください。はい、エンディングでございます。あっという間の30分でしたが、いかがでしたでしょうか。引き続き番組をお聞きになった感想やコメントはオフィシャルサイトのコンタクトに、もしくはブログのコメントの方へお寄せください。番組でご紹介させていただきます。すっかり春です。私もこれからの季節イベントを予定しておりますが、どこかで皆様お会いできますこと楽しみにしております。元気な姿でお会いしましょう。こちらの番組は夢の種放送局東日本第一チャンネル、日曜日2時から2時半アートグレース、パーソナリティはゆきでお送りしました。今日は聞いてくれて本当に本当にありがとう。来週の昼下がり、またこの時間にお会いしましょう。